はい、皆さんこんにちは、阿部モーター杉本です。本日は品川サービス工場で M パフォーマンスジョン・クーパーワークスデーを開催しております。そしてですね、なんと今回はあちらに阿部商会さんのビルシュタインのバスが来ております。まあ、あちらの中はですね、ちょっと今回撮影はできないんですけど、あそこでですね、ビルシュタインのショックをこうバラしたりとかですね、ちょっと特殊な機械があるバスがあります。阿部モーターズ。それでは近づいていってみましょう。いや、大きいですねこのバス。先ほどちょっと聞いてみたんですけど、総重量11トンあるようです。大型免許が必要なようです。はい、そして入り口にはですね、先日の富士を走った M2 が止まっているのと、 JCW エボもこちらに止まっております。はい、そしてこちらがエントランスです。では中に行ってみましょう。はい、それでは2階に上がってきました。こちらが会場となっております。今回は新型のジョン・クーパーワークスカントリーマンが展示をされております。そして場内は M パフォーマンスのパーツがあるのと、そして何やらエンジンがですね、真ん中にあります。そうなんです、今回からですね、大人メカニックという企画をやることになりました。そしてあちらにはジョン・クーパーワークスのパーツの棚もあります。そしてあちらではガチャポンコーナーがあります。そしてキッチンカーも今回も来ております。そしてですね、はい、こちらにはですね、なんと、はい、見てわかりますか皆さん、 EV のバッテリーです。なんと今回はこちらをばらしました。なかなかね、こんなことするディーラーいますか。まあ、ちょっと危ないんでね、こうガードをつけてますけど、こちらがですね、 BMW の EV には積まれ搭載されております。そしてこちらはですね、何かというと i4 の高電圧のバッテリーですね。はい、こちらが外された車です。こちら、はい、下を見るとですね、そうなんです、下にね、ついてるんです、 BMW の高電圧バッテリーは。はい、こんな感じになってますね。ちょっと危ないんで、ちょっと触るとあれですね。はい、そしてこちらではですね、今回もキッズメカニックたちがもう今ちょうど終了したところですね。こちらは毎回人気の企画になっております。あ、お疲れ様です。売れっ子セールスの売れっ子セールスのどちらからいらっしゃったんですか。品川ショールームから来ました。新車の営業です。お名前は。相田幸喜と申します。じゃあ品川ショールームに行けば、はい、そういう宣伝やめてもらっていいですか。やめて。はい、ということでこちらビルシュタインのバスなんですけど、撮影がダメだと書いてあります。ちょっと撮影が本当にダメなのかチェックしていきたいと思います。すいません、あ、すいません、撮影のものなんですけど、ちょっと本当に撮影ダメなのかあれかなと思って、ちょっと山本さんです。山本です。阿部商会の山本です。こちらは何するところなんですかね。このトラックは、はい、主にあの自動車メーカーさんとかのテストコースとか、はい、あとはサーキットとかに行って、はい、でその場でサスペンションの分解組み立てが、え、そんなことが積んだトラックになります。ちなみにどんなサスペンションなんですかね。阿部商会が使うビルシュタインのサスペンション、はい、なんかないんですか、物は。物ですか、まあ、こういう感じのサスペンションとか。おー、かっこいいですね。これはちょっとレース用に寄せてるんですけど、あとは、はい、かっこいいですね、はい、黒に赤、まあ、この純正タイヤよく見る黄色いショック、ね、よく見るやつですね、はい、これが、あ、いいですね、はい、これを組み上げるんですか。これをこの中身を、ね、中身を、はい、分解して、はい、車に合わせてセッティングを変えるっていう作業をこのトラックでしてます。減衰力ってやつですね。減衰力ですね。知ってるんですよ私だって。さすが、はい、阿部モータースレース部門の方ですね、はいはい、レーシーなんで。レーシー、なるほど。そのバスが今回初めて来たと、はい、初めて来ました。初めて一般の方に公開させていただいております、はい、いや綺麗ですもんね、はい、新車です。
ちょっと奥紹介してくださいよ、はい、手前全然映ってないんで大丈夫です。手前大丈夫ですか。はい、奥まで行くと、ちょっと待ってくださいね、急に来ちゃうからもう、はい、作業場と、あと、はい、お客様と私たちでミーティングできるような部屋も、なるほど、モニターがついてますね。で、左側は何があるんですか。左側は、外からこの部屋に直接入ってこれる扉、あ、ドア、はい、はいはいはい、で、その後ろには何があるんですか。こっちですか。はい、これは、今は、アベモーターズの整備工場から電源をいただいてこのトラックを動かしてるんですけど、電源がないところでも作業ができるように、発電機持つんです。なのでまあこのトラック1台いけばもう電気もあるし何でもできるっていう状態。あとはこう環境的なやつは何かあるんですか。環境装備は、環境装備はやっぱあとエアコン、エアコンついてますね。エアコン2機掛けです、200ボルトのエアコン2機掛け、はい、エアコンですね、はい、でこの快適の電子レンジ、電子レンジ欠かせない、冷蔵庫まで完備、はい、もう夏はアイス食べる、完璧ですね、最高ですね、はい、でちゃんとお湯を沸かすポットもちょっと今閉まってあるんですけど、はい、あります。詰めちゃいますね、はい、詰めますね、はい、ありがとうございました、はい。さあ今回から新しい種目の大人メカニックというのが始まります。あとですね、皆様の作業をサポートさせていただくメカニックをご紹介いたします。ここから隅になります。隅です、よろしくお願いします。お願いします。そして川上になります。お願いします。そしまして勝村になります。勝村です、よろしくお願いします。お願いします。続きまして榎本になります。榎本です、よろしくお願いします。お願いします。4名ともですね、BMW の最上位のグレードのマイスターを取得しているスタッフとなりますので、この4名で、サポートさせていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで大人メカニックが今こちらで作業が進んでいる状態です。こちらはちょっとね、エンジンの種類が違うんですけど作業をいろいろと進んでいってます。エンジンのヘッドの部分を分解していくという作業になっております。はい、こっち側ではですね、もうだいぶ分解された状態になってます。こんな本気のメカニックの作業が今回の頭のことになっております。はい、ということでお疲れ様でした。2日間ありがとうございました。いや、2日間もありがとうございました。お参加していただいて、いやいや、こちらこそこんないい場所をいただいてね、はい、ありがとうございます。なかなか露出する機会もないんで、はい、こんなチャンスいただけてありがたいです。きっとお客様も、はい、こんなバス見たことないと思うんで、そうでしょう、なかなか見れないですよね。なかなか見せない、はい、見る機会ないと思うんで、そうですよね、はい、よかったと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで本日はこんな感じの動画でなりました。こんな感じ。またご覧ください。ありがとうございました。Yeah.